せ。はい、吉祥寺の花屋、花心のさぎさです。本日は植物男子ベランダ冬のスペシャル第1話で放送されたこの林道についてお話ししていきたいと思います。植物男子ベランダは去年と一昨年青の林道を買って咲かないので、その林道って咲かないものなんだって思って友達に相談したところ、いや林道って咲きますよっていう回答が来て、なんで咲かなかったんだろうってなって、なんかもうなんか自分が悪いみたいに言われて、その他の人に相談したら、いやーその青の林道が原因じゃないですかってなって、そしたらじゃあ今年は違う色を買ってみようっていうことで、その白の林道を買ったんですよ。そしたらその白の林道を買ったらパカーって開いたんで、あーやっぱり青の林道だったからいけなかったんだって言って、その友達に、いや私が悪いんじゃなくてその青の林道が悪かったんですよって言ったところ、いや林道ってそもそもその色とかじゃなくて天気なんですよ。曇りとか雨の時は閉じていて、そして晴れていると開く、そういう性質がある植物なんだっていう説明して、あそうなのか、じゃあ去年見たのは曇りの日しか見てなかったから咲いてるところ見れなかったんだ、晴れてる日は林道を眺めなかったんだっていう結論で終わったんですけれども、花屋の見解といたしましては、最初の青の林道が咲かない説が有力なのかなと思っております。それはなぜかというと、青の林道だから咲かないっていうわけではなく、青の林道のその7月とか8月に出てくるエゾ林道が咲かない品種なんですよ。で、今の9月とか10月に出てくる、その笹林道ですと、しっかり咲いてくれますので、今僕がこの持っている林道も笹林道になりますね。こう開いて、ちょっと開いてて、で今夜になってきたのでちょっと閉じてきたんですけれども、昼間はもうちょっと咲いていました。でなぜ植物男子ベランダは、去年一昨年咲いてなかったかというと、結構あの人せっかちなんですよ。なので林道が出た瞬間に、あ林道出てる買おうって思って、もうその植物花屋だと結構やっぱり8月とかに出てくるんですよ。でもその最初に出てくるのはエゾ林道で、今回はもう去年買わなかったから、もう待ってよ、あもう買わないにしようって思って、日が経って1ヶ月くらい経って8月とか、特に冬のスペシャルってやってるくらいなんで、多分その時期なんですよね。なのでいわゆるちょっと遅くなったから、そういう笹林道が出てきて、いわゆる開く品種を買ったから、その今年は咲いたっていうのが僕花屋の見解になります。でまあこの林道、本当に僕大好きなお花なんですけど、まずすごい長持ちする、そして開くとすごい可愛いっていうところですね。であとアレンジメントもすごい使いやすい、この葉っぱの部分も、使えますし、こうやって2個3個に分けると、そのアレンジメントですごいボリュームも出すことができます。で長持ちさせるポイントなんですけれども、この林道、中に蜜がたくさん入っております。で成熟ホルモンのエチレンが入ってますので、この林道をオープニングみたいにブンブンって振ってあげると蜜が出てきて、その腐るのを遅らせてくれますので、すごい長持ちすることができるのと、あと僕の感覚だと、そうやって最初に振ってあげた方が花の開きもすごい良くなります。なので花が開いてかつ長持ちさせたいっていう場合は、ぜひまあ、お花を購入した段階でこう振って蜜を取っていただければと思います。でその時に注意していただきたいのが、周りに人がいないということです。あとお部屋の中でやらないということ、それはなぜかと言いますと、この蜜ものすごい臭いです。もうお花のいい匂いとは程遠いすごい匂いがしますので、ぜひそこは注意していただきたいと思います。あとこの林道の豆知識、この林道どのように漢字で書くかご存知ですか？竜の肝、肝っ玉が座ってるの肝ですね。で書きます。まあまず竜はこの形が竜に似ている、こうドラゴン、こうやって伸びている感じ、これが胴の部分で、これが顔の部分ですね、に似ているからっていうところと、あと肝っていうのがこの林道の根っこの部分が薬用にも使われてて、いわゆる
動物の肝を食べると元気になれる、長寿になれるっていうところから来ているみたいですね。まあこのような、秋のお花リンドウ、本当に夏と勘違いされる時が多いんですけれども、本当に秋の今の時期になってくると、花屋さんにとってちょっと飽きてきちゃうお花で、あ、もうまたリンドウかってなる時期なんですけれども、本当に今がピークのお花ですのでね、ぜひお花屋さんで見たらご購入いただければと思います。特にね、今のリンドウすごい咲きますので。はい、でこの動画が、面白いと思いましたら、グッドボタン、そして、いろんなお花の情報を知りたいと思いましたらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日の動画は以上になります。